ちは。はい。かっこいいギタリストの竹下敦です。今日はね、ちょっと CD の紹介をしたいなと思いまして。こちら、ザ・スカタライツ。だだだスカの元になったバンドですね。スカっていうと、チャ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 、まあ東京スカパラダイスオーケストラとかね、結構有名でしたね。レピッシュさんとかね。スカっていうとね、何をもってスカかっていうと、基本的に1-2-3-4-2-2-3-4-1-2-3-4-2-2-3-4の2拍目と4拍目にアタックが来るのがスカなんですよ。まあちょっといい加減な定義ですけどね。一般的に、4拍子っていうのは、これ日本人のこう民族に刷り込まれてるかっていうと、そうじゃないんですね。これ日本の音楽じゃないんです。どっちかっていうとね、スカの方がね、日本の民謡に近いんですよ。どこでしょ、こうやってね、ほら、もともと狩猟民族じゃないから、農耕民族だから地道な作業の繰り返しなわけですよ。えっちらほーいよっこらしょ、えっちらほーいよっこらしょって。映画もね、そういう映画の方が日本人好きでしょ。狩猟民族とかね、ドッカーン、ガラガラガッシャーン、バン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 、バシューンダーンって。日本人ってあんまりそういうの好まないわけですよ。ドンチャカチャドンチャカチャ、そういう映画の方がね、日本人の心にこうすごくビーンと期待するんですよね。でスカっていうのは基本的に、んちゃんつちゃんつちゃんちゃっちゃら、んちゃんつちゃんつんちゃんつちゃらんちゃんつちゃんつちゃんつ、っていうふうに2拍4拍、んちゃっちゃっちゃっちゃらんちゃっちゃんちゃっちゃんちゃっ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 ちゃらんちゃっちゃちゃっちゃっちゃっちゃら。これね、ジャマイカが発祥なんですね。ジャマイカ人ね、スカタライツというバンドがね、スタジオワンというちょっとかぶっちゃってるな、スタジオワンというスタジオをまず作ったんです。音楽をやるのに、自分たちが演奏するためにスタジオを作ったんですよ。私たちと同じですね。そこにね、ローランド・アルフォンソという人、トミー・マクックとジャッキー・ミッテル、どっかで聞いたことあるでしょ。ねえ、ねえ、音楽の歴史の中のところどころでこの人、ジャッキー・ミッテルとかって出てくる人ですよ。この人たちが中心となってスタジオワンに集まってね、演奏ショーを始めたわけです。なんか面白そうだな、飯も食えるし、遊べるし、酒も飲めるし、ということでこう人が集まってくるようになったわけですよ。スタジオ1にね、ジダッとスタジオリバーサイドに人が集まるようになってきたわけです。そこでね、まあ、中心人物となるね、ローランド・アルフォンソ、まあが、まあ、だったらこんな曲やってみようよっつって始まったのがスカの原点です。裏1、2、3、4じゃなくて、んちゃっつっちゃっつっちゃっちゃらんちゃっの方が踊りやすくねえかった。ほら、おい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 、チェンカ、おい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 、おいいじゃねえかそれよっつって始まったのがスカの始まり。楽しかったからそうしたわけですね。で、それがなぜかね、日本人にすごい、まあさまざまイギリス人にすごく、イギリス人の心をハートに留めたわけですよ。でそこから、まあ、スカからこのレゲエになるわけですね。スカじゃ早すぎるよ、おっさんとかもレゲエスカだと、
こう若者の音楽がツタ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 、厳密に言うのはツタツタじゃなくてこうツタ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 、分かりにくいと思いますけど、およい説明しますね。これ分かってた方が絶対人生楽しいから。で、いや、おっさんのためにゆっくりにしようってなったら悪いげおっさんのためのもんですよ。んちゃかつっちゃつっちゃっちゃとんちゃかとっちゃつっちゃつっちゃとんちゃかだったつっちゃつっちゃ、ちょっと暇だからベースを動かしてみようかな。まあ、おっさん向けのアレンジをしたのがレゲエだと思って我々です。それのレゲエの王様が、ボブ・マーリーさんなんですけど、おっさんのヒーローですよで、ね、この人たち大体ね30代で死んでるんです、みんな。だからね、結局そんなに豊かな国じゃないから平均寿命短いんですよ。早く若くして死ぬ。日本とかって高齢化社会になれるでしょ。それって裕福だからなんですよ。あー、今日はね、大工さんがねいらしてて、タッカーっていうこう釘打ち機があるんですけど、あれすごくサボってるように見えるでしょ。でもね、上手い大工さんタッカー打つのも上手いの。パン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 ってね、ちゃんとあの弦のね、金槌のこと、弦のって言った方がかっこいいよ。弦のでね、ターンタターンターンタターン、リズミカルじゃない大工さんのはね、もう聞いてらんないんだけど、今来てらっしゃる大工さんはね、いい大工さんでね、大工さんのね音聞いてるだけですごい楽しい。だから5時まではね大工さんのパフォーマンスだと思って聞かせてもらってるんですよ。ありがとうございますね、わざわざ挨拶に来てくれて。なんかね、ご挨拶にちょっとなんか来ていただいて、なんかちょっとよくしてもらっちゃって、そんなね大工さんのいい仕事の音をね聞きながら、いやーいいなーと思って。もうその工事の音うるさいなんて思わないですよ。だっていい音だもん。パーンパパーンターンツタターンってね、いやーいいなーと思って。まあそんな感じで、今日は午後は大工さんのいいね音を聞いて、夕方からはちょっといろいろ食材を見つけたんで美味しいディナーを作ろうかなと思ってます。それではかっこいい大工さん竹下敦史でした。 See you soon。